はい、皆さんこんにちは。今回は附属池田小事件複数人犯行についてです。2001年6月8日に起きた大事件です。この事件から19年経ちます。当時の新聞です。2001年6月8日夕刊、小学校に包丁、男乱入、悲鳴、血に染まる児童、教室大パニック、大阪池田。でこちらが最近の記事なんですけど、毎年新聞に取り上げられております。でウィキペディアです。2001年平成13年6月8日に起きた大事件ということで、死者8名、負傷者15名の大惨事です。でこれがただ一人の犯人、宅間守です。でこちらテレビで報道されておりました配置図です。で左側が大阪池田小のホームページについておりました図で、右側が各教室の死傷者の数を私がまとめました。で戻りまして、この配置図で見ますと、中庭から侵入しまして、ね、南組から最初に襲われております。でこちら附属池田小のホームページに事件経過が記載されておりまして、犯人は10時10分過ぎ頃、2年南組テラス側出入り口から担任教員不在の2年南組教室内に入り、出刃包丁で5名の児童を突き刺し死に至らしめたとありまして、2年南組が最初に襲われました。でテレビで報道された番組でも2年南組から襲撃されています。これが世間に周知された事実です。でこちら朝日新聞、事件当日の夕刊です。午前10時10分頃、2時間目の音楽の授業が終わった時だった。1階の1年南組に白いジャケットを着て包丁を持った男が中庭側から侵入した。40歳ぐらいの背が低い小太りの男だったと。1年南組から襲撃されたと記載されております。1年南組ですね。左下、1年南組から襲撃した小太りの男がいたんですね。宅間守は182センチの長身であり、小太りではありません。ということで、もう一人犯人がいた事実です。で別な記事ですが、さらに違う教室から襲撃されたとも記事にありました。読売です。午前10時10分、もうこれがスタートなんですね。2時間目の授業が終わった。その頃、東門前に乗用車を止めた宅間守容疑者37歳が体育館脇を抜け、校舎1階東端にある2年東組に入り込んだ。無言で包丁を振り回す。児童4人を傷つけた。2年東組。今度は2年東組が最初に襲撃されたと記載されております。小太りの男が1年南組に侵入し、別な男が2年東組に侵入した。右上ですね。2年東組を襲撃した第3の犯人がいたんですね。3人の同時襲撃だったと。新聞を照らし合わせるとそのようになります。もう一度考えてみます。宅間守の単独犯行だとして、2番目3番目に襲われた教室の生徒はじっと教室にいるでしょうか。2年南、2年西と襲い、3番目の2年東に侵入した時、生徒はもう誰も残っていないのではないでしょうか。周囲の教室が大騒ぎする中で、自分たちの教室が襲われるまでじっと待ってはいないでしょう。ということで、犯人は一人ではなかった、そのような可能性があります。別な記事なんですけど、赤ですね、赤い部分。10時20分、同小学校正門前のスーパー緑岡トップセンターの男性から、子供が背中から血を流していると119番。緑岡トップセンター、こちらですね、業務スーパー。このスーパーに逃げ込んだ生徒から事件が発覚して警察に通報されました。学校の通報よりここからの通報が先だったんですね。異様な感じがします。
2年南組の岩崎教諭は通報のために子供たちを残して出て行きました。早く逃げて。岩崎真希教諭28歳の声で約40人の児童は助けてと飛び出した。拓磨容疑者は目を見開いたまま 無表情で逃げる子供に追いすがり、背中や腹に次々と歯を振り回した。で、この通報のために出た教諭ですけど、岩崎教諭は110番通報しましたが、通報の時間は7分10秒。で、廃棄されたのは、事件当日、同小学校教諭が110番通報し、通信指令室と交わした7分10秒間の通話を記録したテープと、その内容を書き起こした文書。不審だった遺族側は通報記録の開示を要求していました。しかし、通報記録は廃棄されてしまいました。この赤い部分ですね。で、また別な記事も、通話記録は犠牲になった児童の遺族が、2003年6月から12月、事件の全容把握のため当時の対応を知ることが必要などとして3回にわたって開示を求めた。遺族は何としても通報記録を知りたかったんですね。これは当時の週刊誌です。学校側では今後校舎そのものの建て替えも検討していくというが、私たち遺族に対し、学校はそんなことすら一言の相談もありません。何より未だに事件の詳しい事情を説明すらない。あの時一体学校で何があったのか、とりわけ先生たちはどう対応したのか全然説明がないのです。こう話すのは犯人の拓磨守に娘を殺された遺族の一人だ。学校側と遺族側では対立があったんですね。遺族側の学校に対する不信が募っていました。そういうことは報道はされていませんでした。知りませんでした。またですね、当初通話記録はないと言っていましたが、実はあったが開示できないと拒否ですね。この赤い部分、大阪府警は事件当初通話記録はないと説明したが、まあ、存在は認めたんですけど、通信の秘密などを理由に開示を拒否と、絶対に公開したくないということでした。遺族が何度も通報記録の開示を要求したのは、真実を知りたいことと疑いを持っていたからだと考えられます。で、まあ、そのようなこともありまして、このような対立の事情もあり、異例の速さで犯人の死刑が執行された可能性があります。まあ、連携していた可能性があります。で、これが当時の状況です。当時の報道されていた、画像です。で、複数人犯行だったとして何が目的だったんでしょうか。で、こちらですね、1週間後、2001年6月15日ですね、スクールポリスシステムを導入するためだった可能性があります。広島の公明党、米国で普及している民間のガードマンや退職警官によるスクールポリスシステムの導入などを求めていると、このような事件の後申し入れがなされておりまして、まあ、これが目的だった可能性があります。アメリカの学校には警官が常駐しています。スクールポリシーシステムとは、児童や学生を犯罪リスクから守るために警察官や警備員を学校に配置するシステムです。日本でそれを認めさせれば新たな利権が生まれます。そのために起こした事件である可能性があります。アメリカでは学校で銃の乱射事件がよく起きますが、スクールポリスシステムの利権に関係あるかもしれません。ふと思いました。3人の同時襲撃の可能性について今回お伝えいたします。今回は以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。